こんにちは、インセルです。ちょっとね、ひげもそろそろ剃りたいですね。はい、あ、似合うと結構言ってくれてる方は多いんですが、もう自分ではちょっとね、もう違和感がすごいんで、もう見た目もそうですが、自分ではそのね、もう伸びてきたせいで、なんか結構あちこち触れたりすると、はい、もうかなり違和感がもうやばいですね。なんかついてんのかなと思うんですよね。生えてるというよりは感覚的にね。マスターデュエルやってますが、まあデッキ調整に使えて便利ですね、やっぱり。数こなせるんで、その自分のね、そのデッキの割とか見えてくるっていうか、もうこれカードゲームやってる人はわかると思うんですが、やっぱりね、何回も数こなさないとわからないことが多いんで、あ、これいらないなとか、あ、これの、このカード使えるなみたいな。まあ、紙の方もちゃんとそういうふうにやってる感じで、パワープロのコラボのカードもちゃんと手に入れてきました。はい。これ。じゃあ初日に、じゃあなんとか スマホ全然全くやらないんですが、これを手に入れるために、頑張ってミッションクリアしましたね。で、友達に誘われたというか、まあ友達がやってるんでちょっと触ってみたんですが、マジック・ザ・ギャザリングもちょっと、その友達の家に行った際にやらせてもらって、で、まあ、ルール難しいなって、遊戯王でもその脳みそができてしまってるんで、いきなりその別のカードゲームやるってなると全然もう感覚が違うんで覚えられないんですが、で、これ、梅田のこの間遊戯王の大会、ちょっと梅田のね、カードラボだったかカードボックスだったか忘れましたが、そのサテライトショップってところに行ってきて、その近くにギャザー専門店というかありまして、それでもうご自由にお持ち帰りくださいみたいな感じで、カードの束 何枚も、100枚以上あるんですかね。はい。もうテキスト見ても全然わからない。何が強いかわからないんで。はい。もうでもほとんど多分そんなに強くないやつばかりだと思うんですが、一応土地のカードも、森とか、森がいっぱいあるんで、森デッキ作れそうなんで、ちょっと緑でまとめてみました。で、晩餐への遅刻。これ結構好きなカードですね。見た目が。といった感じで。まあ、なんとか、いろいろカードゲーム熱はまだまだあるんですが、で、ちょっと気になった商品がありまして、あと、近くのまあスーパーで、豚麺のカップ焼きそばバージョンみたいな。豚麺よく食べてたんですが、まさかこんなのが、なんでしょうね、昔からあったわけじゃないと思うんです。新発売でしょうかね。ホワイトカンパニーと、まあ、エースコックのこれコラボってことですか。ちょっと気になるんで食べてみたいなということで、というわけでそんな感じですね。ありがとうございます。